ごきげんよう、ワンダーティーパーティーの南とパチとゆうこです。乾杯。今日は北千住にありますセルフ写真館モノログさんに来ています。あのセルフ写真セルフ写真館ってこれあのね、その自撮りをめっちゃ進化させた感じ。あのこのカメラの裏にね、多分あの今あの別撮りしたやつが映ってると思うんですけど、すごい立派なカメラとモニターがありまして、自分たちの姿を確認しながら自分でシャッターを押して写真を撮れるっていう写真館でございます。すごい。なんかね、韓国とかで流行ってるらしい。あ、そうなの。そう、なんか韓国でなんかこうみんなでワイワイやって撮り合ったりしながら、うんうん、こう自撮りよりもクオリティが高くて、うん、普通の写真館よりももうちょっとカジュアルな感じ、うん、で写真が撮れる。そんな感じ。中間点みたいな。そう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 。で、我々ロリータって自分のコーデ残したいじゃないですか、うん、でもプリクラとか一人で入るのちょっと勇気いるのね。一人のプリクラはそう、あのロリータじゃなくてもきついよね。ちょっと勇気、うん、であのプリクラ足長くなっちゃうじゃないですか。そうすると我々のスカートがキュインって伸びるんですよね。そう柄がね、この柄がね、そうそうそう、ウニョンってキリンみたいになっちゃう。ここあ、そう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 。でもここはあの過度な加工はね、うん、されないので、あ、綺麗にお洋服も残せるっていう感じです。で仕上がりもねかなり綺麗なので、なんで今日はこのセルフ写真館モノログさんで爆漏れロリータ写真を撮りたいと思います。やばい、ハードルが上がったよ。漏れるから。そうなんで、まあ今日はね、せっかくなんで楽しんで写真撮っていきましょう、うん、ということでレッツバーティー。このねセルフシャッターで写真を撮っていきます。パシャパシャ。じゃあちょっとまずはね3人でちょっと撮りましょうぜ、うん、あ、私が多分手元黒いから。手元黒いから、手元黒いから言い方よ。目立ちにくいじゃん。あの有線じゃない無線タイプも使えるんだよね。あ、そう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 。その場合はこの線がないので、うん、後ろとかね、うん、見えないところで。じゃあせーの。あー、すごい綺麗だね。うん、すごい、なんかフラッシュがいい感じでございます、うん、すごい肌綺麗に見える。前髪割れてる、ね、前髪割れる。こういう時さ撮ったの。うん、いくよ、せーの。あ、かわいいかわいい、うんうん、いいじゃん、姿勢が悪い。こう抱っこしてるからあ前になっちゃう。ここどん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 、ここ、ね、内巻きになっちゃった。かわいいかわいい。もう一回いくぜ。私めっちゃモニター見ちゃった。ちょっとなんか間違えた。どっちみたいな感じ。そう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 、慣れてなさすぎる。なんか完全にわしさ、なんか違う世界の人が来ちゃってる感が。真ん中にしたら、うん、こっちは真ん中にしたら割とバランスいいんじゃない。あら、お母様、お母様と娘2人産んだかもしれん。あ、でもこれ、うん、2人産んだかもしれん。産んでるかもしれん。娘もいたんだね。マジか。息子だけだと思ってた。ちょっと世界線が違うのかもしれん。これ一人ずつピンで撮ってみようか。あ、でもさ、せっかくだからあれじゃん、ピンで撮る人の代わりにシャッターを押した方が、あーなるほど、自由度が、あ、なるほどね、うん、私じゃあいいポジションにいるから、じゃあここにやれ。なんかあれだね、宣材写真みたいなね。確かに。いくよ、いいよ、キャワイイ。宣材ですね。宣材みたいな。えー面白い。こっちか、せーの。うんうん、かわいい。清楚のお嬢様やみたいに見えるね。せーので、ふわでいけそうだ。オッケー。せーの。オパニエが。オパニエが見えてますね。力加減が難しい、うん、ちょっと元気良すぎますね。せーの。でもいいね。うん。おもろ。ギュインする？ギュインは。回る？あ、回る？なんか、普通にこう、回ってみる。あー、いいね。よいしょ。なんか、真ん中維持するのがなかなか大変だけど、ね、頑張れ。でも自分の姿確認しながら撮れるから面白いよね、うん、やね、うんうん、いくぞー、はい、せーの。お、いい感じじゃん。振り向いているな、うん、ちょっと中心よりこっちでいいんじゃない。あ、そうだね、どうせこっちにずれるもんね。確かに。いくぞー、せーの。難しい、振り向いているな、うん、けどこれはこれで可愛いと思う。可愛い。あ、なんか動きのある写真が撮れますね。すごい、このドレープがすごい美しい、うん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 、いいね、いいね。戦ってた。
何かのあ、いいじゃん。なんかネタ写真なんかな、なんかネタの方が映えるの何なんだろういつもそうだ。顔がこわばってない。すごい小道具あったよ。小道具がいっぱいあったよ。これを見え全然見えない。全然見えないよ。飛ぶんだ飛ぶんだ。飛ぶか、いくぞ、うん、せーの。大きい、ちっちゃ、ちっちゃすぎ。これ用ではないよ。なさすぎる。これさ、フレーム、あ、フレームかわいい。フレームね、うん、フレームかわいい、うん、フレームかわいいね、これ。これさ、スタンプでもいいんじゃね。そうだね。で、多分ね、これで持ち方を変えればなんか、やーってしそう。いつも、やーツイッターのアイコン、これにしようかな。これわしの証明写真にするわ、ここでトリミングして。何その顔やべえ。シンプルにブスだ。その顔でブスじゃない人はいない。あの、みなみさん、バクモレを爆漏れを出したでしょ。バクモレ、分かった分かった、すごい可愛い顔すっから、すごい可愛い顔すっから。待ってろ待ってろ、見てろ見てろ、すごい可愛いから。本気出せばすごい可愛いから、まあ、振り向きざま見てろって。おう、あ、かわいい。動き的には正解。じゃあ、うん、ずっと回ってるわ、分かった。ずっと回って、いい笑顔。あのさ、フィギュアスケートと同じようにあの正面見た時に顔作ってあればいい。怖い怖い。違う違う、その作り方ではない。やばい、怖いよ。違ったみたいな、もう目回った。じゃあ最後にちょっと真面目に撮って次のターンに行きましょう。今真面目じゃなかったことを自白したよ。はい、前髪も治りました。いや大事だからね、我々。そう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 。じゃあ続きまして、ちょっと誰が爆漏れするんだい。ポチさん、え、これハードルを下げていけばいいのかな。くぐれるぐらい。ハードルくぐっていい。ハードル、いいよ、かわいいよ。あ、かわいいね。いいね、いいね。入るでしょ、背景。あのすごい、あのここやるとさ、合成写真用の素材なんだよね。あ、確かに。フォトショップで切り抜きが楽。あの、こことか関節のところとかね。かわいい。あ、かわいい。顔面縮まねえかな。顔面待ったら、こういうのを使えばいいって、偉い人が言ってた。いい。あ、かわいい。かわいい。漏れとる漏れとる。漏れてる漏れてる。あ、かわいい。それかわいい。どっち？こっちか。そっち。うん。うんうん。あ、うん、かわいいかわいい。バランスいいよ。あ、いいね。あ、いけるかな、これ。いけるいける。躍動感。あ、でもいい感じ。うん、こうぐらいかな。あ、そうだね。今ね、足の模索中。ポーで、せーの。あ、ごめん、早すぎた。あ、まあでも、なんか嫌いじゃないけど。せーの。はい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。広がっております。広がった、うん、かわいい。いいね、いいね。綺麗だね。スカートはシンプルだからね、うん、でしょ。うんうん。まあ、動きがつくとやっぱだいぶかわいいよね。かわいい、うん、いい感じ。これさ、私後ろのさ、コルセットの編み上げがめっちゃ可愛いからさ、うんうん、後ろちょっと見せたい、なんか振り向き美人みたいな。うんうん、美人っす。これは美人さ。あー、可愛い可愛い可愛い。あ、これ好き、うん、うん、いい感じ。可愛い。漏れた？漏れてる漏れてる。いえいえ。漏れた。うん、いえ。これあれか、カメラ女子的な。あー、うんうん、なんかアップ系で。あ、すごい、なんか雑誌っぽい、東京カメラみたいな、うんうん。個性派カメラマンが撮る、なんかそうボリューム3ぐらいの。そうそうそう、原宿を撮る。多分すごい彩度高いんだろうな。あ、すごい、撮る写真彩度高そう。それがモノクロで撮ってそう。あ、なんかあのフィルムで撮ってるんですよ。面白いね、でもさ、こういう。あ、すごい。へえ。我々もこれで撮る。なんか違うんだよな。そんなに使い方わかんないね、それ。あの、これはあのムービーですね。そうだね、うん、ガンなんだよね、持ち方。いや、あのハワイとかグアムでやるときさ、大体こうなんないで、こういう感じで。へぇ、確か。あ、ちゃんとね、机があるからさ。あ、はい、めっちゃ狙ってる、めっちゃ狙ってる、うん、あ、すごいすごいすごい。腰の入れ方がガチ。3回だからもうあれだけど、かわいい。あ、かわいい。トイカメある、かわいい。あれでしょ、あの顔の調子が悪いなと思ったらこう、インスタグラマーがいる。あー、なんか俺の顔より服を見てくれる時のスノーのフィルターじゃん。確かに。これは後でスタンプでいいと思う。それだって子供サイズだもんね。あ、そうだね。あとなんか面白いのない？え？今自分で言ったでさ、面白いのな
ないかって探してる時点でもうダメなんだ。爆漏れって爆漏れないといけないんだよね。あ、そう、ドライフラワー良かったじゃん。それ、あ、そうだそうだ、言っといて忘れてたドライフラワーいいよ。あ、いいねいいね、合うね合うね。あ、いいね、こんな感じ。めっちゃ可愛い、うんうん、漏れた、漏れてる漏れてる。ピクミン、ピクミン、半径和感リテラシーが高いなあ、いいね、やっぱゴスには赤いバラだね。あー、いいね、これ後でさ、うん、なんか加工してこのバラだけ赤い感じにしたいな、うんうん、あ、それやりたいね、やりたいね、それ絶対可愛いよね。いいじゃん、いいじゃん。選手交代、選手交代。はいはい、じゃあ優子のターンですね。はい、なんか今日は魔法少女っぽい感じの、イエイ、可愛いねあ、可愛いじゃん。今日は、はい、いい声、そのぐらいの髪の持ち方好き、うんうんうん、ね、可愛い可愛い。今日はツインテールなんです。すごい、ツインテールめっちゃクルンクルンにしてきた。ちょっとスカートつまんでさ、ふわみたいな。あ、そう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 、ね、可愛い可愛い可愛い。ロリータってポージングの種類、なんか持ちポージングあるよね、うん私最近ピエンが好き。こう泣いてる感じのやつ、ね、そうそう、ピエンピエン。じゃあちょっとピエンしていただいて。ピエンしていただいて。はいピエン。はいピエン。可愛い。はいピエン。はい、いい言い方、うん。このピエンさ、床にこうさ、こう座ってこう足こういう感じの。いいね、個人的にあれでやってほしいけど。はい、はい、いきます。はいチーズ。あ、可愛い可愛い。はいチーズ。はい可愛い。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。コーデ記録でもすごい、ね、あ、じゃあ座り、あ、座りいいんじゃない。あ、パリピしようかな、座ってパリパリ、座ってパリピ座ってパリピっとこうかなはい、パリピ、めっちゃパリピってる。あ、かわいいかわいい、その 口のチューンいい、この口のチューンがいい、ね、はい、パリピ。なんか掛け声変わっちゃったよねなんか一つ完成してますね、うん、はい、ウェーイ、あ、おしえー、Here we go! それパリピなの？どうしたどうしたみなみ、ね、かわいいかわいい。ハッピーバースにしとこうぜ。得意すぎてるじゃん。動画上がる時期的にはちょうど中間ぐらいだと思う。みなのもの、私のこと言いまい。ハッピーバースデー、これかわいい。かわいい。君これ誕生日の時ツイッターにあげたよ。そうだね。それは動画だよ。それなんかすごい。せーの、ドゥン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 ね、あ、マスカレードって言ったら本当にさ、あったよ。あるよ。ポチさんつけたら分かんない。それはあなたじゃない。そうね。え、私なんだろう、あれかな、ドライフラワー持ったらなんか、あ、いいんじゃん、あれかな、きなりにあるかな。私やっぱパリピ、いや、パリピにしよう。パリピでお前はパリピなんかすごいコンセプトが定まってないタイプアイドルグループの方向性の違いで解散するわこれ楽しいだ、なんか楽しいね。あ、バラ色地で、いや、バラ色地いいじゃん、バラ色地しよう、うん、これピンク決めかな。あ、あれなんかちょうど面からっぽい、なんか面からっぽい、あ、いいじゃんいいじゃん、いいね。まあ無茶はしなくていいよ。ここで、ね、ちなみにだけど何一つこれ前見えてねえんだもん、うん、でしょうね。あ、かわいい、すげえ、プリクラ、こんな感じだった、プリクラ、ね、
でもプリクラほど大げさに加工されてないからいいね。私はこっちの方が好きかも、うんうん、いっぱい小道具もあるしめっちゃ楽しい、うんうん、ここすごいおすすめです。というわけで北千住のセルフ写真館モノログさんに本日はやってきました。というわけでこの動画が面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。